はい、こんにちは、おしのこでーす。いやー、最近忙しくてちょっとね、いろんなゲームの配信っていうか動画開けたいんだけど無理いやーねえ、まあサムネにも載せたんですけど、このゲームマジでやばくない？前回プレミアムチケットをやったでしょ？どれだっけ？いやもうね、こんなんもうゲームじゃねえぜギャンブルやで。これね、これ300であれでしょ？約10万、もうほぼ10万だよね。ねえ、それが2枚、はい、終わりました。今度何これ、これだっけ、 EX おまけチケットキャンペーン開催。まあ要は100枚、100枚っていうのはどういうこと？20枚だ、3000円で20枚ついてくるってことでしょ。3000円と消費税か。あ、だから16,500円で11連が回せる。これ抱き合わせ商法ややばいってこれで。これで11連回すと5の12以上がまあ確定ってことだよね。でこれ12回できるってことだよね。だから16,500円が12回、また約20万。あのさ、なんかね、年に1回2回とかだったら許せるよ。これ1週間でだよこれ見てみ、期間1週間。いや、バンナムって頭おかしいよマジで。てかもうここまで来たらもうゲームじゃないよこれ。連続して20万イベントだよ、課金で。しかも今回箱ガチャもついてるでしょ。こんなんで強ささ競い合ってさ俺強えてやってもうさアホやん。誰がこんなんついていくの。もうなんか微課金無課金で A でまったり遊んでるのがもう正解だって。こんなんでさ上上がったってさ、確実にもう弱いもんいじめフルボッコされておしまいじゃんねえ。もう終わったねこのゲーム。俺はもうあれだよ、もう、まあ、今回箱ガチャはね課金するけど、でももう確実に3カス以上になるものしかねえ、もう課金する気はないし。いやもう衝撃衝撃受けたよ。しかも5の13以上確定じゃないもんね、5の12以上だもんね。こんなフラグじゃんもうに20万使ってさ5の13 1、2枚出ればいい方なんじゃないの。もう分かんないけどさ、やる気もないから。いやもうこういうのには俺絶対釣られない。こんなんもう詐欺じゃん本当世の中さ、なんかね、ロシアがプーチンだってどのこと言っとるけど、日本も大概やでマジでひどいよ。しかも大手の会社がもうさあ、どこも苦しいのか分かんないけどさ、もう消費者からさ、なんかね、金をなんか取りまくろうっていうね、
ガンプラとかもひどいじゃん。あれなんかツイッターとかももうステマだらけじゃん。ガンプラ女子ねえ、ガンプラ始めましたのでよろしくお願いしますとかって言って1日でなんか5000フォローついたりとかしてるらしいけどさ、あんなも中身おっさんやで、みんなアホばっかじゃない日本人。ねえ、いや初見だったらコロッと行かれてもいいけどさ、もうすぐ気づかなきゃダメだよね。で自分でね対策できるのであればいいけど、対策できない方はねもうやばいよ。あのそういう人はどんどんなんかドツボにはまっていくよ人生。いや怖いね世の中、日本も怖いよ。てかこれ大手で許されること、こういうなんか抱き合わせ商法。まあだからね、課金するしないは自分の意思だから強制じゃないし強要じゃないからさ、あれなんだけど、いやーこれはねなんかもう完全にゲームの枠を飛び越えちゃったなーっていう風ですよね。だってこのさ復刻キャンペーンも見たけどさ、ねえ、あのピックアップ以外 0.01 普通の何でしたっけ、こっちこっちの11年もうここ俺もうもう全く回してない、もう分かんないシステムも、これ5の13なのにあれついてないじゃん。もうさなんか、ああそうかここについてるか、ああこれはあれか、近距離砲がないやつ、エピック砲も出し惜しみしてますよね。まあね、あの固有ついてるのはあれだけど、まあ固有もだからこのなんかさアシスト系はもういらないもんね。まあガンダムバトルとかあの辺はね強いけど、ガンダムバトル用個人用だよね。これもね、デビルガンダム、これでも強いかもね。あれこれもスペシャルだね。なんかエピック砲ってまだ1個しか出てないんじゃない、でこれだけだよね。エピック砲、エピック砲はこれがなんか薄い青っていうかね、ブルーっていうか水色っていうか、まだスペシャルウェポンばっかりだよね。固有はもうなんかね新しいやつみんな持ってるような感じだけど、いやーもうもうわざとなんか S 上がりそうだったらもう無人できません。いやこれあかんよ、もうこのゲーム無理無理、もうとっとと俺はねもう今ホカゲの方でねもうがっつり遊んでるから、まあ、他の YouTube のアカウントの方とかね、まあ、Twitch とかもやってるんですけどね。だってこれこの11連の中でさみんな気づきました？ 5の12ってもう全く入ってないんですよね。なんかあの超絶確率アップ以外、もうこのやり方とかももうどうかなって感じだし、だから5の12っていうのはもう基本的になんかセット系、まあ、箱ガチャ、あとこのねチケット課金してチケット集めて、なんかこっちの11連こっちはいっぱい入ってるんですよね5の12てか全部、あれこっちも入ってないじゃん全然、なんだこれ詐欺やん。えどういうこと、あ11連だからおまけガチャの11連だ、単発はダメなんだ。でも単発だと損なんだよね、だ要は
セットでガチャ回した方がその1枚ついてくるってことだよね。いやーこれさ、まずもうこのシステムって10代20代の子はもう 100% 無理じゃん、ついてくるのそんなね、今ゲームなんかにお金使う余裕なんかある人少ないじゃん。でましてやね、急激なね円安が進んで物価が上がってるわけですから、こんなもんにねしかもあれだよ1週間のイベントでマックス20万超えだよ課金。まあだからスナケンあれでしょ、バンナムの方も苦しいってことでしょ。でもなんか別に物価高関係ないじゃんねねえ、自主制作のものが多いじゃん、バンダイナムコなんて。特にゲームなんかねえ、そうじゃん人件費ぐらいじゃんこれはもう完全に位置抜けましたね。いやもうこれはね、もう前から前からっていうか、もうねえ、俺が11連課金やめてからもう1年まだ3ヶ月ぐらいか経ちますけど、もうあの頃からもうね、もう確実に重なるもの以外はもうね、一切課金やめた方がいい。で箱ガチャもね、基本的に売機入ってないから、もうなんかね、なんか1カスとか2カス程度で止まるんだったらもう課金をしない。で3カス以上だったら課金する。まあ、今回のでもさ、この箱ガチャも卑怯だよね、ラインナップ。これなんで連続で出てるの？これが一番俺腹立つね。これ正式名称書けよねえ、デンドロビウムですよね、正確な名称はむっちゃ手抜きじゃん。いやいや、そこまでさ課金させるんだったら、これねプラもかっこいいっすよ。高いけどね。でもさ、このプラも余裕で超えちゃうからね。よいしょ、こいつ、こやつね。これでいくらだっけ、5万ぐらいするよねこれ。あ、売り切れなんだこれ。なんか安いやつもありますよね。よいしょ、どこ見てたっけ。いやもうあれじゃん、現物買った方がいいじゃんねえ、これ卑怯だよな、連続で出すんだったらね。前回これ、まあ、2枚換金した方はもう万歳だよねこれいくら8000円の1万6000円の1万7600円1万7600円で参加すできた方はおめでとうだよね。これ前回1ヶ月前ぐらいだ。なんか課金の周期がもう毎週なんか重課金のイベントがねえ、もう連発してるから、もう周年とかもうそんなん関係ないじゃんね。
で、なんか5の13もなんか微妙ななんかスペックの出し方してるじゃん。エピック砲なかなかねばらまかないし、まあばらまいちゃダメだけどね、あれをあれ課金のネタだからね、運営の。うん、だから強さ求めると、だからもうね、このゲームで上で遊んでる方はね、もうアラブの国王ぐらいの資産持ってる方だと思うから、それぐらいの資産持ってなくて廃課金してる人は、俺は本当に前から言ってるけど、もうバカとしか思えないから、うんねえ、飯代ケチってまでねえ課金してた方もいましたからねアホかって思いますよね。もう厨房かよってもう小学生厨房の世界じゃん、お小遣いね駄菓子買うの我慢してねえ、いやそれはまだ子供の時はいいけどさ、大人になってそれやっちゃったらもうなんか廃人だよね。いやー、これは参加するにしたら全部火力振りしたらむっちゃ強いっしょねえ、まあでも A は別にどっちでもいいんだけどね、 S だともうこの辺必須だからね、軌道と、まあ軌道振りしてもいいしね、軌道と火力。まあね、俺には関係ないことだから、縁がないことだからもういいっすけどね、もう S 上がったら俺もうあれだしね動画だけ流して、どうせ S もね、あのまだチート組いっぱいいるからね、そういうのをネタにしてね犯罪者垂れ流しにして晒して遊んでる方が面白いからね。つまんないゲームになりましたねこれね。まあ、とりあえず参加数にできるものはしときますけど、ねえ、だってうち見て、よいしょ、これ見てもわかるっしょ、よいしょ、バイキ全く出てません。はい、みんなもうチームっていうか、もうみんな、いや別に狙ってそういう風にしてるわけじゃないよ、まあ声かけは私はしてますけどね、あとまあこういった YouTube とかでね、なんていうんですか、まあ、賢い遊び方とかそういったものを、まあ自分のね、まあ、考えを述べてるだけですけど、まあね、サイレントで皆さん、まあなんかねえ、なんか同調していただいてる方、まあ同調できない方はね、別にね、どんどん移籍しちゃえば他のチーム行けばいいと思いますし、だけどねえ、エンドレス課金だからねこのゲームは。やった、5の13のね、排入エピック砲固有 LE 引きましたって言ってね、余裕こいてたらもう半年後にはさらにそれ以上のねスペックが出てますしね、これこのゲームはそういうゲームですから。であと重ねないとね、やっぱりね遊べないんですよね上では。だってもう今ガンダムバトルのイベントやってるでしょ、今俺私のメインのね、私の本垢の方は今 S ランクどこにいるんだ、 S ちょっと待ってね、今 S ランクにいますけど、よいしょ、今 S ランクにいますけど、よいしょ、なんかね見ててもね、もう排入いっぱいいるんですよで排入ね重ねてる方もむっちゃいるんですよ。ちょっと今リストで出てこないかな、これは5の12の方だもんね、なんか
チートチームのやつら多いけどね。あ、元メンバーの方も結構いるね。すごいな。みんな金かけてるよね。5の13重ねまくってるし、もう配入も5の13の配入もむっちゃ見るしね。まあね、俺からしてみたらお疲れ様ですって感じで、ね、この顔だもんね。こっちと間違えちゃいますよね、5の12の。よいしょ。あー、もうめんどくせえ。なんかレベルもカンストしちゃうと、なんか任務そんなに、っていうか BP 増やす前に AP 増やしてよって感じっすけどね。5だとなんかね、ちょっとなんかお買い物しに行ったらもうなんかずっとマックスになって放置されてますからね。もう、まあ、全然やる気もないからあれだけど。いやでもね、もうこのゲームすごいネタになるからね。なんか叩くネタとしてはものすごい面白いね。だからバンダムっていうのがいかになんか表向きのなんか部分と裏の部分がなんかね、すごいなんかね、把握できる会社だなと思いますよね、うん、だって忖度してるね、まあ、YouTube な、まあ、ああいう何、例えばファミ通とかさ、ああいうのとかでもさ、結局は広告費もらってるから叩けないでしょ。うん、どこもそうだけど、あとね、そこに商品、ね、卸してる業者とかも、うん、だからガンプラ屋とかさ、おもちゃ屋さんとかさ、ねえ、いや、ねえ、なんか、転売屋が悪い、どうのこうのってなってるけど、もともとあれってなんで転売屋がプラモとか増えたかっていうと、まあ、買い占めとかね、まあ、積みプラとかも問題になってるけど、要は SNS 映えでね、ガンプラってやっぱ品薄になった部分もあるから、みんななんかね、希少なプラモとか組み立ててね、SNS 載せてね、なんかフォロワー増やしてとかっていう、まあ、自己満とかね、まあ、なんかそういうくだらないねえ、うん、くだらねえよね、うん、あんなんのためになんかねえ、でああいうやつらがだって実は転売屋から買ってたりとかもするし、うん、な、日本人って基本的にミーハーっすよね、うん、あと釣られやすい、うん、なんかねえなんかメディアに弱いっていうか、うん、なんか己を持ってないっていうかね、うん、あ、なんかね、だからもう我流ですよね。だからホワイトファングのこのチームも完全に我流っすからね、うん、ね、もうなんか運営の策略に乗っからない、うん、だから箱ガチャだけはね、まあやっぱりゲーム遊んでるわけですからね、みんなでワイワイやってるから、その分のね、課金の部分とかね、で言ったら1赤1万ぐらいはね、まあ1万以内ですよね、は全然ありだと思いますからね、うん、だから箱ガチャ少なくなって逆にね、快適っすよね。ただがっつり組がもう今ヒーヒー言ってるんじゃない、こんだけさ毎週ね、もうなんかこの11連はもうなんか不利になってきたもんね、うん、ここではもう当たりは出ませんよって言ってるようなもんだから、要はこのチケットの方、おまけの方で当たり引いてくださいみたいなね、もうなんかむちゃくちゃだよね。これあの箱ガチャのやつはどれ、箱ガチャはこれ、もうなんかガチャもどれを回せばいいのかわかんねえよ。キャンペーン枠ってなんだ。箱ガチャにキャンペーン枠ってありましたっけ、うん、だってまだ星3が入ってんだよ。
やばいっしょ、むちゃくちゃ入ってるし、これ限定11連っていうのは箱ガチャのこと？もうわかんねえ、複雑すぎて課金のシステムが。これか、これも3000円でね全部出してくれたらいいのにね、なんで1つだけ5000円なの。まあこれか、強化フレームついてるからか、まあこれはみんな欲しいよね。あ、でこの11連0421っていうのが2枚と1枚、まあこんなもん逆にこれはもうこっちがおまけだよね。この11連チケットっていうのがおまけでね、おまけが本命だよね。こっちの方が本命だからね、1枚確定の方が選択系。いやでもな、試作3号機ね、いいねあれ、デンドロ。まあ前2枚ね取っときゃよかったなって言っても、他のやつ参加数にしてるものがあったからね、そっちに持っていっちゃったから、どっちみちね課金で、あでも一赤は全く前回課金しなかったから、俺の赤や。家族のやつじゃなくて、俺の赤これ2枚取っときゃよかったね、 S 機だ、 S 機だけはなんか取っといた方がいいかもね、今後のこと考えて。だってさ、なんで俺課金その S 機とかもしなくなったかって言ったら、もう次が出ないじゃん全然。なんだったっけ、あの40周年記念の5の10とかのなんかね、なんかなんだったっけ、ユニコーンとかガンダムとかなんかね、2機セットになってるカードありましたよね、なんかの記念の。あれなんて1回なんかセット箱ガチャでしたっけ、もう忘れちゃったけど、あれ1枚1万5000円ぐらい取られて、その後もう全く出ませんもんね、ラインナップにも入らないし、あとねスペシャルガチャとか交換系にも一切入ってこないし、だからあれ買ってもう大損ですよね。その後なんか重ねることがもう11連しかね、普通のガチャ回すしかできないっていう形で、選択系に一切出ないっていう形で、あれを見てるからね、ちょっとね落ちれないんですよね。だから今回また、まあだからそれももうこれもその辺もなんか投資と一緒で、もうなんか先のこと考えてね、何を交換したらいいかってね考えなきゃダメっすよね。もう今言えることは、とにかく手持ちのものが3カス以上になるのであれば、まあ、箱ガチャだけね、選択系だけ課金かな、まあ、あとはそのうち5の13確定ガチャとかっていうのがチケットが出ると思いますから、まあそれかな。でもね5の13もな、エピック砲と固有 LE ついてないやつはいらないよね。まあ今の状態で差し引いても固有 LE を持ってる5の13だけは必須だよね。それ以外はもうなんか課金する価値がないっていう感じでね。まああとはあのパイだよね。星4パイ星3パイで、あのねギガ3点セットがっつりやっぱりマックスで育ってるやつの敵ユニだよね。それはもう課金ねしないと、逆にもう他制圧はいいんだけど他が遊べない、極地戦ガンダムバトル、艦隊。だからこのゲームの付け合い方っていうのは本当に人によってもうものすごい変わってきますから、だからもう自分なりの遊び方を確立した方がいいっすよ。この人がこうだからね、こういうプランでやるっていう形でやっていったらもう絶対ドツボにはまりますから、
自分のね、もうマイペースで自分のプランで遊ぶ。だからね、がっつり課金してでも上を目指すのか、まあそれもでもエンドレスだからやめた方がいいと思うよ。すごい金いるよ。もうなんか毎年100万とかそういうレベルじゃないよ。もう2週間で40万超えのイベントになってるからさ、これに周年とか年末イベントとかもう入ってきたら、なんか毎年車買えるよ。このゲームがっつりね、上で遊びたいっていう形で課金するのであれば、俺はそれはね、本当に大富豪しかおすすめしませんから。でもまったりなんかみんなでね、チームでワイワイね遊ぶ分には、まあ無課金は正直もうやっぱもうきつい、無理。ねえ、やっぱりユニットとかもやっぱり5の13ないと遊べないのはもう事実よ。最低でも5の13。まああと5の10のフルカスとテキパイのユニットは使えるね。まあビーム軽減持ちの5の12のフルカスはまだまだ現役だと思いますから。まああと S 機も使えますね。まあでもな、やっぱね、なんでソロチームが増えてるかも、もうね、もうこれでよくわかりますよね。やっぱ脱落者がね、ものすごい増えてると、上のチームほど増えてると思いますから、もうついていけないっていう風で、そうなっていくと、今ね見てても検索しても分かりますけど、隠居チームもうどこもね人数パンパンでしょ。もうみんななんかもう疲れちゃってね、もうついていけないっていう風で、だけどまあね、今まで課金もしたし、まあ長く遊んできたからね、まあなんとなくゲームだけは続けようみたいな、まあそういった方がもうかなり増えてると思うから、だから、そうなってくるともう課金するのって箱ガチャとなんかね、美味しい確定ガチャ系ぐらいでまったり遊べると思いますから、まあそうやってね、まあ賢く仕分けするような形で遊べばいいんじゃないですか。もうガンダムのゲームって他にもいっぱいあるからって言っても、まあ課金はどこのゲーム、まあでもこれはひどい、一番ひどい。ガンオペア、他はまあお金かかるけどねえ、だけど人も多いし楽しいから、なんかバランスが合ってるみたいな感じ。しかもそんなね、1週間で20万のイベとかなんてやんないからさ。まあ取りに行ったらね、余裕でその金額は超えちゃったり必要だったりとかしますけど、普通にマイペースでね、平均レベル以上でね、ぼちぼち上位で遊ぶっていうような形であったら、まあ月1万は無理だけどね、2、3万出せば遊べるしね。まあそんな感じで、配信の方させていただきました。もう私はなんかもう、なんだろう、このゲームはもう本当にネタにしかする気ありませんので、もう本気でがっつり遊ぶ気は全くございませんので、まあ、そんな感じでね、私の周りの皆さん、チームの皆さん、まったりと遊んでいきましょう。では。